お疲れ様です。本日は最近 YouTube でも有名なペットボトルチャレンジ、サブロムでこれを外してまいります。これ今多分画面に映ったかと。いける、これっすわ。一撃でもうやって、はい、帰ろう。はい、それではチャレンジ、はい、スタート。それでは準備お願いします。はい、はい、よーい、構えてよ。よーい、いや、はい、スタート。じゃあ行くぜ。いきますよ。一発目、二発目、いやー。全然ダメだよ、リュウジ。タイミングがおかしいっすよ。お前は忘れるな。よーい、はい、スタート。いやー、キュッキュッ。すげえ。2回に行ったね、マジで行ったね。ちょっと伊豆のお茶、伊豆のお茶がわからん、お茶がかかったんですよ。いや、しかも形がちょっと変形してる。無理やり飛ばしたからバンバンない。すごいな。あ、でも結構2回で行ったね、いきなり。出会いよかったっすね。もうお前の感じがよかったな。多分そうですね。シュッて合わせた動体視力と、普段からこれ触っとる感覚だよ、ね、感覚だよ、ね、本気で2回って言ったの、テイク2で。マジで2回ですね。練習40回ぐらいしたけどね。練習10回以上したら間違いない。僕2回しかやってないです。お前2回しかやってない。俺がずっとやったん。2回で成功できない。2回で成功した。次はフォークリフト、フォークリフトチャレンジって、フォークリフトコインをね、ピューンってやるやつとかあるじゃん。ライターつけるとか、はい、そういうの、まあ普段俺らもフォークリフト使うから、あ、そうだね、使います。ちょっとチャレンジ、面白いチャレンジちょっとやっていこうと思いますんで、はい、ぜひまたチャンネル登録といいね、ぜひお願いします。ありがとうございます。また見てね。